山崎ミシエルは、日本の編集者、会社経営者、会社顧問、リクルートの雑誌編集者として5年間勤めていた。2007年9月、ファッションブランド、BLESS TOKYOを設立。モバイルインターネットのみで販売。3時間で数百万円をマークするなど一躍火がつき、1億円ブランドとなる。その3ヶ月後には渋谷109にショップデビュー。その後、ファッションウォーカーほか、携帯ショップ10カ所で e ショップを展開。2009年、ファッションブランド、アマルクックを設立。同年、小悪魔、ガールブスガールを SB クリエイティブから出版。東京都出身。小学生時代、趣味が読書で作文を先生に褒められたことが心に残っており、自分の取り柄は文章を書くことだと思い始める。高校卒業後、ジャーナリズムを志す。2000年、有限会社設立後、レディースファッションブランド各社のクリエイティブ、ディレクターとして活動。多くのブランドの創成期に関わる。また、大手アパレルブランド、通販企業のコンサルタントとしても活動。億を作るファッションコマースの女性プロデューサーとして、オンリーワンの存在。ザウの銘は、変毒ため薬。AB、山崎ミシエル Facebook。2021年1月6日閲覧。山崎ミシエルプロフィール詳細。シニアブレインアカデミー。シーニルブレンアカデミー。2020年6月16日閲覧。BLESS TOKYO公式サイト。アマルクック。2021年1月6日閲覧。ABCDE。小悪魔ガール VS ブスガール SB クリエイティブ。SB クリエイティブ。2020年1月6日閲覧。アマルクック公式 Facebook。アマルクック。2021年1月6日閲覧。AB。情熱社長。情熱 CEO。2021年1月6日。閲覧。ありがとうございます。